皆さんこんにちは。美しく凛とした大人の女性から覗くあどけない笑顔が、どこか少女のような可愛らしさを思わせる80年代を代表する伝説のアイドル、中森明菜さん。細々とした小さな声からは想像できない力強く美しい歌声も魅力の一つですね。さらにミッツ・マングローブさんやマツコ・デラックスさんなど芸能人にもファンが多いことで知られています。モノマネ番組などを見ていても必ずと言っていいほど明菜さんのモノマネをする方がいますよね。それを見てこんな話し方なんだと明菜さんを知ったり楽曲を知った方も多いのではないでしょうか。そこで今回は魅力たっぷりな中森明菜さんについてご紹介します。中森明菜さんのプロフィール。本名中森明菜。生年月日1965年7月13日。東京都大田区で生まれ、清瀬市で育ちました。父親は埼玉県志木市出身で、本家は11代まで遡れる旧家だそうです。地元では20軒ほど中森家があり、中森村と呼ばれていたんだそうです。そんな父親と都内で働いていた母親が出会い、明菜さんら6兄妹が誕生。父親の名前にちなみ、全員の名前に明るいの字が入っているそうで、明菜さんは5番目の三女だそうです。4歳から14歳までの10年間、バレエ教室に通っていた明菜さん。当時の先生曰く、休むことなく熱心に教室に通い、楽しそうにダンスをしていたことから、将来はダンサーになると思っていたようですが、美空ひばりさんが好きで、一時は歌手や宝塚歌劇団を目指していたという母の影響で、明菜さん自身は歌手を志すようになったそうです。歌手への厳しい道のり。明菜さんはあの有名なオーディション番組、スター誕生に2度挑戦し、予選で酷評されています。1回目の時は岩崎宏美さんの夏に抱かれてを歌唱。審査員に年齢の割に大人すぎて若々しさがないと言われ不合格に。2回目の時は松田聖子さんの裸足の季節を歌唱。審査員からは歌は上手だけど顔が幼いから大人の歌ではなく童謡でも歌ったらと言われてしまい、これには明菜さんもスタタンでは童謡は受け付けてくれないのではと反論しています。そして3度目の正直となった1981年、山口百恵さんの夢咲案内人を歌唱し、番組史上最高得点となる392点を叩き出し、見事合格。決勝大会へと駒を進めました。当時何度も番組に出場していた明菜さんに対し難色を示すスタッフが多かったそうですが、今まで以上に光るものがあり、美しさの中の陰りに引きつけられ出演を強く推したと当時のプロデューサーは語ります。この推薦がなければ伝説のアイドル中森明菜は生まれなかったわけですので、この方の敬願に感服するばかりです。そして決勝大会でも夢咲案内人を歌唱した明菜さんは、見事11社からプラカードが上がり、1982年にシングルスローモーションで念願の歌手デビューを果たします。当初は芸名で行こうという案もあったそうですが、本人の希望で本名のデビューとなりました。ちなみにキャッチフレーズはちょっとエッチなミルキー1個。このキャッチフレーズのせいで周囲からはエッチなの?と聞かれるようになり、とても苦痛だったそうです。その後ブレイクのきっかけとなった少女 A を発売。明菜さん自身はこの曲が好きではなく、ほとんど無理やり歌わされていたそうです。しかしその無理やり感が曲の世界観とマッチし、自身にとっての代表作となりました。また同年11月に発売したシングルセカンドラブでは初の週間1位を獲得。さらに同曲で年間8位という記録も出しました。1983年に発売されたスタジオアルバムニューアキナエトランゼは第25回日本レコード大賞アルバムベスト10を獲得。そして自身初となるベストアルバムベストアキナメモワールはオリコンで5週連続1位となりました。
またブロマイドの売り上げも女性部門で年間1位となり、着実にスターへの階段を上がっていきました。その後も年間売り上げを記録する楽曲を次々発表し、1985年には井上陽水さんから提供された飾りじゃないのよ涙はをリリース。アイドルからアーティストへの転換期とも言われているこの曲は年間チャートで6位を記録しています。そしてこの頃から様々な賞も受賞するように。1985年発売のシングルミアモーレ、1986年発売のシングルデザイア、情熱はそれぞれ第27回第28回日本レコード大賞で女性ソロ歌手として史上初となる2年連続受賞。さらに1986年発売のシングル曲を集めたベストアルバムベストは第1回日本ゴールドディスク大賞で2部門を受賞しています。また有線の最多リクエスト歌手賞も5年連続で受賞。1988年リリースのタトゥーは音楽番組ザ・ベスト10で69週連続1位を記録し、番組史上最多回数となりました。順風満帆な芸能人生。素晴らしい歌声で様々な賞を受賞していましたが、こうした記録だけではなく、明菜さんのこだわりのファッションなども注目され、女性からも支持されるようになりました。これまでに4本の連続テレビドラマと2本の映画に出演し、歌手だけでなく女優としても活躍している明菜さん。1992年に安田成美さんとダブル主演したドラマ素顔のままででは、ダンサーの卵月島環奈役を演じました。そして2006年に出演したドラマプリマダムでは、元世界的プリマ倉橋蘭子役を熱演しています。また1985年に出演した映画愛旅立ちでは運命の出会いがありました。壮絶だった活動休止までの道のり。映画愛旅立ちでダブル主演を務めた近藤真彦さんは、明菜さんがデビューする前からの憧れの存在。この映画がきっかけで交際まで発展した二人でしたが、結婚とまではいきませんでした。その理由として、当時の近藤真彦さんが事務所の稼ぎ頭だったことや、ファン同士のいざこざ、また近藤真彦さんの密会騒動などが原因ではと言われています。また、いろいろなことが重なった明菜さんの精神状態も悪くなり、近藤さんの自宅で自殺を図るなど世間を騒がせるように。二人は騒がせたことを理由とした謝罪会見を開き、その時に結婚はしないと言ったそうです。その後明菜さんは芸能活動を続け、ディナーショーや自身の曲だけでなくカバーアルバムなどもリリース。しかし事務所とのいざこざが起きたり、2010年からは体調不良により2013年まで芸能活動を休止しています。活動休止からの復帰。3年間活動を休止していた明菜さんでしたが、2014年には復帰することとなり、アルバムなどを積極的にリリース。2018年まではディナーショーも開催していましたが、それ以降あまり目立った活動はされていないようです。最近ドラマ、今日から俺はで、橋本環奈さんが明菜さんのような髪型をして話題になっているほか、ワーナーミュージックジャパンが在籍当時の映像を YouTube で公開し、その圧倒的な歌唱力に目が離せなくなる人が続出しています。音楽配信サービスなどでも、明菜さんファンの芸能人の方が楽曲リストを制作するなど、その人気は衰えていません。中森明菜さんの年収は？そして現在の気になる年収ですが、ディナーショーを開催すれば5万円もするチケットは即完売し、その利益は5000万円とも1億円とも言われています。また、推定会員数5000人のファンクラブの年会費が6000円。そしてカラオケや DVD などの売り上げ、その他の収入を合わせると、明菜さんの現在の年収は印税だけで1億円以上に上るのだとか。ジョイサウンドが集計しているアーティスト別カラオケランキングでは、明菜さんの曲が1位ということもあり、納得の年収ですね。
以前に比べテレビなどの露出が減ったとはいえ、明菜さんの人気は今現在も衰えていないということでしょう。ですが、人は光もあればやはり影もあり、光が強ければ強いほど影は濃くなっていくもので、明菜さんは現在ご家族とは絶縁状態にあり、約25年もの間一度も会っていないのだとか。驚くことに戸籍までも抜いてあるのだそう。元タレントで仲の良かった妹、中森明穂さんの葬儀にも参列されなかったようです。その原因は金銭トラブルだと言われていますが、真相はご本人からは語られず明らかになっていません。いかがでしたか？順風満帆にも見えましたが、人生はいいことばかりではないようです。しかし、明菜さんの持っている誰にも真似できないと言われる歌声に、凛とした佇まいの中にある陰り。それが明菜さんが唯一無二と評されるゆえんなのかもしれません。皆さんもこの機会にぜひ一度、中森明菜さんにハマってみてはいかがでしょうか。